1番篠原敦志飯塚、2番青山周平伊勢崎、3番二村飛龍山陽、4番滝下純平飯塚、5番池田正樹2.5倍、2番から7番が 3.4倍、7秒前、6秒、針動きます。3秒2秒1秒、各社一斉にスタート、ギャーン。さあ、池内スタート構成はどうでしょうか。インから1番車篠原が車伸ばして、外目から5番車マンティス池田が行きます。2番車青山周平は現在2番手発進、4番手8番車内山隆秀、さあそれを追ったところ3番車二村飛龍は現在どうやら5番手あたり、ケーモンソン中村が仕掛けを打ちます。6番車中村智和、そして4番車は竹下純平が現在最高峰、頭取りに出てまいりました。2番車青山周平、1番車篠原をマクランとしています。さあこの辺りはどうでしょうか。1番車篠原が現在先行、2番車春久青山周平が現在2番手、3番手5番車池田選手が現在3番手、2番車切り込んでいく青山周平、春久が頭に立ちそうです。さあここで2番車春久青山周平が前輪構成から前へ、1番車篠原が食われて2番手交代、5番車マンティス池田選手は現在3番手、追って8番車ジャブレイン系内山選手でありますが現在ご覧通りの4番手、7番車中村雅人が現在5番手の近い系、主導権が2番車青山周平が取っています。サイドのインコースから篠原が仕掛ける、あと2周回インソー方から鉄壁ブロックか、2番車青山周平が現在先行、1番車篠原が現在追走は2番手、5番車マンティス池田が現在追走中でありますが3番手の位置、2番1番から5番車前3車と1周回、さあファインアップ入りました。2番車青山周平現在乗れている男、2番車青山周平が現在先行、さあそれよって地元篠原選手が現在に待って3番手5番車マンティス池田の展開だ。2番1番から5番は出来上がって着火が2番、2番1番で480円、2連複1と2の組360円、3連単2番1番5番で1020円、3連複1と2と5400円でした。2連単